あのね、公園の線公園ちょっと話して、服装がもうちょっとあれだったらいい。公園の占有許可、 T シャツまずいでしょ、背広じゃないと。公園の占有許可は、背広じゃないとダメだから。公園の占有許可は他の人排除できないよ。スプライト、スプライト、どれスプライトって。公園の占有許可は他の人排除できないよ。都民の公園なんだから。都の人に、都の人に、追悼式だから排除できない。主催者がトラブルになるのは分かるじゃないですか。僕らトラブル起こしに来てないけど、トラブルになる可能性十分あるのに分かって、あなたたちは許可出したんだよね。申し訳ある。あなたたちは許可出したことによって今こういうことが起きてるんだよね。あなたたちが許可出したことによって今こういうことが起きてるのに、なんで僕の責任を。私はあなたと話をしてるんですよ。はい、あなた誰、名前、ね、あなた名前何、名前聞いてるよ。あなた誰、答える必要がないんですよ。あなた誰、警察、名前聞いてるからね。あなた警察、手帳出しなさいよ。手帳出しなさいよ。なんか慣れてないみたいだけど。戦争のいいからお断りなさい。お前慣れてないやろ。手帳出せ。必要ないです。手帳出せ。必要ないから。慣れてないやろ、やり方慣れてないやろ。必要ないからお帰りください。素人は黙ってれ。うん、いいから。あの、あなたたちが許可出したからこうなっただけで、僕らは追悼しに来ただけなんですよ。石原町の犠牲の方のね。なんで公園の人を止めるんですか。一般利用の方通りますんで。この人たち の許可出すにあたって、この人たちの主催のページとか見ました。分かんないです。何も見ずに許可出したんですか。実際許可出してるのは医療協会さんの方なんで。え、実際許可で専用許可を出しているのは医療協会さん。じゃあ公園の人は何も言うことはないってことですよね。まあ、東武公園の方も関与はしてるとは思いますけれども、うん、いや、お宅東武公園事務所、そうです、関与はしてるんですか、してないんですか。まあ、一応あの内容の確認はさせていただいているとは思いますけど、内容というのはそのそよ風のウェブページ、まあ、その辺はちょっと私も担当でないのでお答えできませんけれども。どなたの担当ですかね。あの管理課の方で担当して。管理課ってどなた。あ、ちょっと名前は僕ちょっと別の別件で丸川さんのところに行く用事があるんで、はい、あ、そうですか。ちょっと聞くんで、その時にちょっと担当名まではちょっと存じ上げませんので。誰が来る人が、そういう人たちの、あの人たちの、うん、あの普段やってる凱旋のビデオ見たことありますか。ないです。規制上げてますよ、うん、それはことまた違うんでね。えとは違うので、なんで規制を上げてる人たちに、うん、公園の使用許可を出してここではありません、ね、ここでも、いや毎年両国駅前でやってるのは違うじゃないですか。通れなくなっちゃうでしょ。通れなくなりますよ、こうやって膨らむと。通れなくなるんで、みんな中入りましょう。入れませんよ、ちょっとやめてください。やめてください、やめてください。もうコーンバーで仕切って。こういう暴言犯が向こうです。専用取ってるんだからダメです。今あなた専用取ってる。ちょっとカメラ撮ってるから、ちょっと邪魔。撮っていいんですか。いいん、お前何、何のコンビニで悪いんだよ、お前。言ってみろ、こら。撮ってもいいんですよ。だから言ってみろ、こら。口が悪いな。てめえだよ、バカ野郎とか言ってただろ、お前。何言ってんじゃ、こら。大きい声出すの、大切です。大きい声出すの、やめてください。トラブル防止ですよ。大きい声出さない。あの嫌がらせで、この人在日朝鮮人なんです。それであんなことをあそこでやられたら怒るのは当たり前じゃないですか。大きい声出さないでください。いや、あいつが出したんだよ。今日はここでやるべきところ。あいつが出したんだ。あいつに言えよ。じゃあ一言ぐらいよ。一言ぐらい言ってみろよ。向こうは NHK に。一言ぐらい言ってみろっつってんの。言ったらやめるよ。お前言ってみろ、早く。ただあの言ってみるでもいいじゃん、平穏に、平穏に。はいはいはい、はい、もう一回言いますけど、トラブル防止、トラブル防止、触っちゃダメだって、触るなって、触るなよ、やめてください。もう一回言いますけど、ここで、そういうような議論は下がって、下がって、もう一回言いますけど、専用公園の専用許可って僕らも何回も申請したことありますけど、他の利用者は排除できませんよね。一般利用者ね、だけどもトラブル防止です。トラブル防止です。トラブル防止のために今日はトラブル起こしてんの、あえてお願いしてます。じゃあ
平穏にね。向こうにこの人が分かってくるって、向こうにも同じように言ってるから。マーリさんも、この人たちがいらんこと言ってくるからトラブルって。そうそう。お仕事でやってるんだったら、私もあなたがお仕事でやってることを知って、尊敬するから、あなたもお仕事やるんだったら、ちゃんと私に敬語で喋ってください。じゃあちゃんと下がってください。で、お断りします。お断りします。それじゃ話にならない。よくないですよ。ゆっくり行きますよ。頑張りください。離れてもらいます。植え込みには入らないでください。植え込みには入らないでください。滞留すると危ないので、流れてください。植え込みはちょっとご遠慮いただけますか。はい、植え込みから出てください。植え込みから出てください。お願いします。警告です。もう言ってみろ、最終警告。どこから出た警告や。はい、公園管理者です。公園管理者、ここの公園管理者、公園管理者として。誰？都知事。都知事、はい、都知事から今警告が出たの。公園管理者、なんで出てください。ここは危ないの。都知事から警告が出たの、あなたの責任で今言ったの。出てました。記録した。明確に。隊長、分かった分かった。隊長じゃないけど。ごめん。協力お願いします。お願いします。警察ポケットメーターぐらい。警察ちょっと。いやいや、ほら。出しすぎ。あそこあそこあそこ。ちょっと向こう下がって。下がらないと入れできない。だから担当される方は担当します。主人に担当します。慰霊を守る会だわ。村田秀樹さん、井筒城村田秀樹さんもいる。佐藤和夫さんもいるんじゃないの。私こそ覚えがあります。あるでしょ。なんで入れねえの。そうですか。僕も瀬戸さんに呼ばれてます。ごめんなさい、ちょっと混乱があります。村田さん、あそこにいるじゃない。混乱がありまして。瀬戸さんに言われたことがいい。あ、はい。新井さん。もうダメだよ、ダメだ。あ、いいです。入れしたい方は入れて差し上げたらよろしい。どっから入れてもらえます。お名前なんて。篠田です。篠田さん。入れしたい方は入れて差し上げたらよろしいんじゃないですか。私、一周学んでください。開けてください。東京都の公園の人よく聞いてて、もうヘイトスピーチしてるから、ヘイトスピーチしてるからよく聞いてて、誰か記録してるかな。今一切ちょっとここの道は止めさせていただいてます。誰がやってるわけ。公園家の方はね、あ、無料なの。公園家からどういうかでもらってるんですか。なかったことにするとまたやるようなこと。